おざす、ティシスンです。さて、フリープレイ期間が始まったこのゲームバトルフィールド2042、このゲームのね、布教計画バトルフィールド2042パンデミックプロジェクトの概要を説明する。ご清聴願いたい。バトルフィールド2042を好きな人はそのまま動画を見るように、で、バトルフィールド2042アンチの人もそのまま動画を見るように、ブラウザバックした人は俺が無理やり2042をインストールしに行きます。あの耳音で直接俺がささやきながらインストールします、無理やり。はい、というわけで、さあどうやって流行らせていこう。まずはそれに尽きるけど、で、このパンデミック計画、うん、ネットミームを利用する。ネットミームとは何か、まああれですよ、あの「いいよ来いよ」みたいな、流行ったね、あれ。ちょっと古いか、まあ、最近のやつならなんかケツ穴確定って、なんで下ネタばっかなんだよネットミームって、うん、まああれ、ああいうのネットに流れてるこの流行り独特の雰囲気みたいな、うん、それを利用したい俺は。はい、じゃあまずどうするべきか。まず一つ目、隠密性、二つ目自己増殖性で、三つ目独立性、うん、で一つ一つ説明していこう。で、一つ目隠密性、これはね、プレイヤーの皆さん一人一人の力が必要。もう会社、学校でね、もう2042がフリープレイ期間であるということの布教、そして神ゲーであるということの情報伝達、それを一人一人しっかり出会っていく、うん、で、こう人々の脳内にね、こう2042という存在をこう刻みつけていく。そう、知らないうちに2042がやりたくなるように仕向ける。その名も2042の木馬。はい、というわけで2つ目何だったっけ、自己増殖性。もうこれはね、1つ目ができてたら勝手に増えていく。もう2042が神ゲーであるということが、もうどん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 その他の人に伝播していく。2つ目はね、名付けて2042ウイルス。はい、で3つ目独立性。これはね、1と2ができてたらもう完璧、2042の木馬と2042のウイルス、もうこれが合体して初めて効果を発揮する。そう、つまり独立性なんですけど、これはね、もうなんかね、もう人々がよ、2042の存在を周知して、これはもう楽しいゲームなんだ、神ゲーなんだ、初期のクソみたいな状況とは違うってことを理解して、自らゲームをインストールしていく、そういう状況だね。うん、それが3つ目、名付けて2042のワーム。そう、この3つが合わさって2042パンデミックプロジェクト。目標が攻撃されてるぞ。お、溜まってますね。で、2人目で3人目こっち行ったから OK。 まあさらっとやって、ただこれはなんか割とおせおせだな。できれば GG がいい、グッドゲームがいいね。うん、この2042を布教するために、全てのゲームにおいて公平で接戦の戦いが行われている、そういう戦いをね、こう演出したい動画で。はい、まあいいや、まあ、できる限り頑張ります。はい、で、これは多分 C から攻められてる感じかな。あ、そうだね。はい、まあ、ここは流れに乗ってね、押していきたい。こんな感じ、何やっとんねん、あの戦闘機。神風してったぞ。はい、まあいいや、よくあること。うん、俺もね、5回飛ばしたら1回落ちる。はい、まあいいや。で、なんかそこら辺いるでしょ。目標の支配が失われた。左行った、どっち来るねん。あ、こっち来る、甘い、オッケー。はい、というわけで、で、まあ普通に C2 か、まあ C1 にアタックしようか。ちょっとここロングになってるから怖いが、いや、それでもいける。で、味方死んだね。ここ行った、あれか、 OK。 さあやって、で、あとはどっから湧いてくるか。左いるか、あれか、お、ちょっと危なかった。OK、 まあいい、 OK です。さあ2人目なんか見えたぞ、頭に一発当ててる、見えなくなった。さあ OK。さあ、ケツから食らったが、いいぞみんな、その調子で攻めてこい。俺も頑張って対処する。そう、みんなが頑張る、
でこの動画が伝播していく、204には楽しいゲームだよっていう事実が、それが伝播していくね、うん、それがパンデミック計画の、まあ、主要ななんかあれだから、はい、敵も頑張る、味方も頑張る、俺も頑張る、神ゲーになる、完璧で蘇生したでしょ、甘い、はい、で次もう来てんな、足音が近い、あれがで、なんかパラシュート効果してきてんな。ただどうだこれ、あ、やばいのいるわ、一旦逃げよう、いけるかあれ、惜しい、なんか何度かやって、さあここら辺、まあ C のどっちか取りたいね、まあ、流れによって、まあ、どっちな、あ、まあ、どっち取るか、まあ、決めていきたいが、まあ、気になるな、一瞬見えたぞ、こっち来なさい、はい、いい子、はい、というわけで、さあちょっとここら辺まだ敵いるっぽいんで、拠点に入る前に相当していた方が無難でしょう、OK、はい、できれば敵じゃない味方が来るまで待ちたいが、そう、みんなでわちゃわちゃしてね、まあ、拠点取ったり取られたり、うん、そのなんていうの、こうみんなとの仲良し感を出して、まあ、そういうこと、まあ、それによってまあパンデミックしやすくなると思う、はい、車両いるね、でまあ俺歩兵狙うけど OK、はい、でさあこれ入れるかな、まだ入れない、で手前に走ってったね、あどこ、あ気づいてるしやろうぜ、いやーちょっとなクソエム出たな、もうバレてるしどうしよう、 あっち行ってもいいかもしんない、うん、こっちここ どっちだっけこれ C1 か、はい、まあこっち行こうか、 C2 か、はい、これね、で多分ね味方が正面でやり合ってるから俺多分ケツ取れるかも、かも、ああお出た T6 のエイム、クソエイムのことです、はい、まあいいや、まあとりあえずここ取れそうだね、で脇こっちかな、なんか一人いたでしょ、でなんか撃っては来てる、で無力か、もうこれで敵湧くことは、味方攻めてったね、はい素晴らしい、でこれで取れますよと、で一人入った、入ったが、まだ、まあ、まだ入ったままか。OK。いいぞ。じゃあみんなでね、2042をパンデミックさせるために、そう、取ったり取られたり、それわちゃわちゃ感。それはちょっと予想外だった。OK。まあ、これね、何度かなって。でさ、問題はさっきのシーツ。だね、一回バレたところなんで、まあ、まあ、用心して、取りに行きましょう。で、撃ってきてんね。あれが ?OK。で、もう一人。味方あれ。近い、OK、はい、でここら辺で C でわちゃわちゃやってる間になんか B とか A とか取られてるけど A はまだ粘ってるから、問題はこの中間拠点だね、 B、 はい、これを取りに行きましょう、さあ行くぞ、みんなパンデミックさせろよ、はい、で消し取った OK、 であれ気になる、うちで漏らしたの下に行ったが、なんかまあ他の車線ちょっと気になるけど、もう攻めてみようか、はい、らっしゃいませ、いいね、これであとはどうする、いやーそりゃ全然考えてなかった、寝てた、はい、らっしゃいませ、はい、でもう終わるかな、まあ、ちょっとチケサついちゃったけど、まあグッドゲームということにしておきましょう、はい、皆さん神ゲーだったねこれ、もう天地を揺るがすほどの神ゲー、もうこれはパンデミックしますわこのフリープレイ期間で、というわけでね、まだこのゲームやってないよって方がいればやってみてください、で多分神ゲーなんで、クラスとか学校とか、なんかまああの会社の人に伝播させていってください、ではご視聴ありがとうございました、ではまたお会いしましょう、バイバイ。